はい、みなさんこんにちは。みなさんこんにちは。はい、今日は先日買った名鉄線形1200系パノラマスーパー A 編成プラス1800系8両セットの中身を見ていきたいと思います。中身を見ていくのに、前から持ってる E 編成6両セット、こちらと比較してどこがどう変わったかを見ていきたいと思います。ちなみにうちにはもう一つ4両基本と増結2両のセットもあります。まあ、これは初期ロットでアイボリーが少し強い色味のパノラマスーパーなんですけど、色が変わったというところしかちょっと変更点がないので、これはまあこのまま今日は置いておきます。まあ、僕個人的には今の白身の強いロットの方が好きです。個人的には今のロットの方が好きです。はい、それでは中を見ていきましょう。まあ、前回もご紹介しましたが、 A 編成と B 編成ですので、乗務員の扉とトイレの位置が違うというのは、まあ、この間ご紹介しましたが、それ以外にどこが違うのかということをこの間見ててやっと発見しました。まず、動力車の位置が変わりました。展望車から見て 1,2,3,4,5 5号車ここになりました。ここになりました。前のやつは、僕の持ってる前の B 編成の方は、ここ3号車に入ってます。ちなみに3号車と5号車は、車体の長さが若干違うので、動力車の都合、作りもこう少し変わったのかな、というふうに思います。から、あとは、この、屋根に車体番号が印刷されるようになります。これ僕知らなかったんですが、実車もこういう風に今屋根に番号書いてあるんでしょうかね。屋根の上に車体番号が入っています。それからま、あのこれ前もあったのかな、僕の持ってるのと違うのはこの車体のシールですね。名鉄のマークとか、指定席のマークとか、あと車体番号が、車体番号がもうすでに、印刷済みになっています。こちら僕が持ってる方は印刷されてませんが、先日買った方にはもうすでに印刷がされています。その展望車じゃない方の運転台ですね。展望車じゃない方の運転台、古いのは、ここがダミーカプラー、ダミーカプラーになってますが、8両セットの方は増結を前提にしているので、もすでにスイングドローバーが入れられるという風になってます。しかもこれダミーカプラーが付いてません。付属の袋の中にダミーカプラーが入ってないので、もう肌から8両で運転してくれと、8両セットのみだぞと、8両の運転のみだぞという作りですね。こっちの増結セットの方を先行車にしても、まあ、パッと見わかんないんですけど、1800系の方は、車体の先頭部分は、あのパノラマスーパーって文字が入ってませんので、ここには。こっちの1200系の方にはパノラマスーパーが入ってるけど、こっちには入ってないので、まあ、こっちを先頭にして6両で遊ぶと、まあ、パッと見はできますけど、細かいことを言うとちょっと、違うかな。こちらもそうですね。こっちも増結2両の方にも車体番号が入ってます。どうやら新しい最近の名鉄は屋根に数字が入ってたんです。僕知りませんでした。はい、ざっと中身を紹介しましたが、買って一日遊んでみて気づいたところを今ご紹介しました。まあただ今回から8両セットになりましたけど、高いですね。定価3万円、8両で3万円はちょっと高いような気がします。僕が模型始めた頃なんかね、2万円超える車両なんかまずなかったんですけどね、今3万円です。で、これどうもね、僕が個人的に思うのは、量販店で割引の値段で売られることを初めから前提につけてる価格なんじゃないかなというふうにね思うんですけど、それでも高いですよね。3割引きで2万1000円ですから、
2万円超える車両はなかったんですか、今回は。これタムタムで、2万1000円、税抜き。税抜き2万1000円です。ねえ、やっぱりちょっと、中学生や高校生の子たちなんかはさすがにちょっとね、これ買えないですよね。2万1000円で出てもすぐにはね、また6両ではもう出ないんでしょうかね。まあ例えばこれなんかは多分この頃なんかは多分買いやすいようにってことで、まあ、4両と造血2両にしたんだと思うんですけど、またこれは逆にね、どうせ買うならまあ6両セットで買いますからね、普通は。まあこれはさすがにちょっとまあなしで、にしても8両セットの3万円は個人的にはちょっと高いんじゃないかなと思いますね。やっぱりせめて6両プラス造血2両のこういう販売方法が私はいいんじゃないかなと個人的には思いました。はい、以上が名鉄線形1200系8両セットの中身のご紹介でした。参考になりましたでしょうか。